ラフコリーは、イギリスのスコットランド原産の牧羊犬種である。スムース、コリーと合わせて、スコッチコリーとも言う。また、コリーの名の付く犬種は、複数存在するが、現代においては、本種がその中でも特に人気があり、飼育頭数も多いため、単に、コリーと呼ばれることも多い。また、シェルティとよく似た体格を持つ。トライカラーメスセーブルとトライセーブルカラーの、 ラフコリートライカラーのラフコリー2000年前にローマ人が原産地にもたらした牧羊犬を先祖とすると言われている。イングランド北部からスコットランドの地域において作業犬として使われ、牧羊犬として羊の誘導を行うだけでなく、時には水難救助犬として泳いで人を助けるのにも使われていたという記録も残されている。19世紀には これらのコリー犬に、毛の長いラフコリーと、短いスムースコリーがいたことが知られている。1860年代には、スムースコリーが、ビクトリア女王に愛されたため、兄弟種として人気が出て、スムースコリーは、イングリッシュグレイハウンドを、ラフコリーはボルゾイをそれぞれ交配させ、両犬種は、現在のマズルや足が長い洗練された姿に、改良された。その後、 ラフコリーは、牧羊犬としてだけでなく、上流貴族のペットとしても愛されるようになり、二度の世界大戦の被害を受けることなく生き残ることができた。20世紀には映画化、テレビドラマ化された、小説、名犬、ラッシーが、世界的にヒットしたため、本犬種の知名度は急上昇して、人気を博した。 現在このラッシーフィーバーは沈静化したものの、世界的な人気は未だ衰えを知らない。ラフコリーは日本でも常に人気のある犬種で、小型犬種にはかなわないものの安定した人気を保っている。毎年国内登録があり、2009年度の国内登録投数順位も136位中72位と高順位であった。ブリーダーや、 ペットショップからの入手も可能で10から20万円程度の値段で取引されている。トライカラーのラフコリートライカラーのラフコリーパピーとアダルトマズル足が長くたっぷりとしたロングコートを持つ。毛色はブラックホワイト、ホワイト、セーブル、マーブルなど。半垂れ耳、ふさふさしたサーベル型のタレオを持つ。体高はオス61から66センチメートル。 メス56から61センチメートルで、体重はオス27から34キログラム、メス22から29キログラムの大型犬。性格は陽気で優しく、我慢強い。攻撃的な面はなく、有効的なため初心者でも飼育しやすい犬種である。遺伝的には、心臓病にかかりやすいが、深刻な遺伝的疾患は、あまり多くない。セーブルカラーのラフコリー。 ありがとうございます。